坂井窓か広氏は、天台州愛知県病状院の住職である。1963年、愛知県甘郡市で生まれる。小学校1年の時両親が離婚、兄と共に母親に引き取られる。小学校6年の頃から、新聞や牛乳配達をして、家計を助けていた。1981年、愛知県立三谷高校を卒業し、マグロ漁船を体験。 1981年4月、食料お品会社に就職。1985年、僧侶だった母方の祖父について、浄土宗の京都の寺にて出家し、祖父からお経や戒律を厳しく叩き込まれた。1988年、西山短期大学を卒業。1990年、天台宗の総本山比叡山延暦寺に入山。1991年、 比叡山学院を修了。1992年、明星院に入る。1993年、仏教大学を卒業。2005年、明星院の住職に就任し、天台宗仏教天台青年連盟の代表にも就任。2015年、ジャパンタイムズ紙次世代のアジアを担うリーダー100人の一人として選ばれ、同年8月7日には、 同志のザ・プロフェッショナルズに選ばれる。2018年、アメリカなどでも講演を開始。2019年、アメリカのサンノゼ州立大学にて講演。ニューヨークタイムズ紙、ネクスト・エラリーダーズ S2019 に選ばれる。2019年3月、アメリカ合衆国財産フランシスコ日本国、総領事館主催で、ストレスに強くなる善と呼吸法について、講演を行う。 仏教の教えを分かりやすく伝えるために心理学、気候、ヨガ、瞑想などの専門的な知識や技術も習得。ストレス社会に生きる現代人の心と体の健康、そして明るい未来をサポートするために仏教講座、講演、人生相談などにも力を入れている。ありがとうございます。